Good morning. おはようございます。I'm gonna make a pancake Saturday morning tradition. これからパンケーキを作ります。ホットケーキを作ります。土曜日の朝の伝統です。You already did it. ですね、こんな感じでトロトロになります。牛乳を入れるのは最後にします。いつもさっき間違えましたけど、調節をしながらね、この液体の調節をしながら、この生地の調節をしながら、トロトロに感が出るまで牛乳を入れ続けます。だから毎回多分量は違うと思うんですけどね。ミクセドウまあ、温度は人それぞれってことでめちゃくちゃですいませんけど、まあ油はしかないんですよ。僕もともともうここの生地の中に油が入ってるから、はい、ってことで混ぜたものをここに入れます。大家族なのでたくさんのパンケーキを焼かないと。最近は特に成長期なんで、みんな食べちゃうんですよね。今まではなんか朝ごはんに回分にできたんだけども、今はみんな食べてしまう。まず少なくても本当に1枚2枚やばい。おっ、今回おっ、ちょっとな、ブクブクが出てきたらひっくり返します。そして温度を上げます。後ほどお会いしましょう。
通の家族ならね、普通の家族な、家族なら普通の家族なら 8枚あれば十分ですよね。うちはこの倍いきます。大体こんだけですね、こんだけの量のパンケーキができました。子供たちに全員取られる前に、全部取られてしまう前に、僕と妻の分を分けときます。じゃないと全部取られてしまうから。違うんですよ、3枚なんですよ。いただきます。